行くね。チャオ、あっちゃんです。今日12月の27日、あっちゃん家の、晩ご飯の後のデザートはドラゴンフルーツ食べたいと思います。ドラゴンフルーツです。変わったものってなんでこうやって買ってきた、実はそんなに高くなかったね。184円でした。はい。184円のドラゴンフルーツです。はい。変な形。では、切ってみたいと思います。はい。切ってみたいと思いますって包丁持ってくな、それで。マイクだったり、いつもの日常っていうのが壊れてしまってて。マスミが堂々とインタビューに答えたこともあります。では、切ります。いきまーす。もう閉めてる。保険に入って、自分が保険に入ってるってことは保証した。なんかまるでになんか私が詐欺行為をしているようにね。マスコミ週刊誌さんなんか青臭いな。私自身は自信を持って出られましてね、技術がありますのでね、基礎なり、愛想というのを扱ったり、はい、こんな感じこんな感じです、はい、前のお仕事なんかでもよく、あの、パッと取るお仕事もそんなないですよ。はい、スイカ監督でいくのなんかこれ、好きに食べる食べてみたいと思います。ようこ、早く食べな。どう、もういらん。いただきます。あ、あんまり美味しいもんでもないね。なんか青臭いね。なんてこと言うん、それだけなんやろ、彼にもならんこと。結構しょうもない味なんとも言えへんね。青臭いねん。なんやろ、野菜に近いな。なんか青臭いな。甘みそんなにないし、スイカ、スイカ、いや、4分仕上げ食べてもういいって悪くはないけどね、こんなに美味しいわけでもない。両親と普段あんまり喧嘩しないんですけど、すごい言い争い、食べやすい野菜じゃない、食べやすい、食べやすい、食べやすい野菜とか言ったの。お母さん泣いてるし、お父さん怒ってるし、状況が良くないことぐらいは分かります。子供に。マイクつなぐ忘れて、テレビの音声を落とすの忘れたから、音入ってへんかな。そんなにね、まあむちゃくちゃ美味しいわけでもないけど、まあ食べられへんぐらいまずいわけでもない。まあ180円で、こういうものが味わえたらいいんじゃないのかな。まあ、話のネタには、いいんじゃないのかなと。で、実は食べたことはあんねんけどね、以前に。あんまり美味しくなかった。記憶の片隅に置いちゃってた。はい。ということで、ドラゴンフルーツ。食べられました。いや、もう食べる、もういいよ、もういいねって、まあ、後であっちゃんが気が向いたら食べます。はい、ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザートはドラゴンフルーツでした。まあね、いろんなもん食べてみたい。今度ね、ドリアン食べてみたいね。うんこの匂いするという臭い、世界一臭いフルーツと言われるドリアン食べてみたいなとか、あとスターフルーツ食べてみたいんだけど手見かけへんねんね。とね、ミラクルフルーツだっけ、ミラクルフルーツだっけ、酸っぱいものが甘くなるやつね、
あれも食べてみたいな、まあ、いろんなね、あの変わったものまた見つけてきたら食べてみたいと思います。はい、ということでデザート食べてお腹いっぱい、今のなっちゃんでした。ではまたね、バイバイ。なっちゃんの、また変わったフルーツ、晩ご飯の後の変わったデザート、チーズだよ、面白いなと思ってくれたら高評価を、でまたそういうのも見てみたいなと思ったらチャンネル登録してください。ではまたね。